本日はお越しいただいてありがとうございます。平井氏30分、平井さん30分、平井さん30分、聞こえない方、いますか？聞こえてる。ギリギリ聞こえるけど、今日は平間が30分やって、その後平井さんが30分やって、で平間がまた30分やって、で平井さんが30分やるという感じで、進んでいくと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、ちょっと細めの。
よくやるなと思うよね、マジで。換気扇としかしないですよね。だし、これは無理。
興味ない。いや、呼んでもらえたんで、呼んでもらどっち逆だよ。ゴミゾーン。意味が分からない。今月の CG のベースだけど、ベースを作ったから、多分すごい早く売るじゃない。昔とやっぱりコンピューターのシステム変わってるから、だって CG ロムなんか聞かないですもんね。そういうのも見れなくなるんだろうね。私はこっちにコンピューターです。これね、面白いのはバルサラで6週間貯めていて、毎週データもらって、それで編集して、最終日に聞いてるのか。で、俺が最終日に映像を貯めて、2回も行かないで展示したわけです。バルサラさん、いいよ。いや、ずっとやってますよ。ちょっとこれ、ちょっと、これ、いや、でもそれ、でもそういうことでしょ。そういうことだから、これも、あれですよ。これもそう思う。でも、そういうことだと、ちょっと、あんまり、なんか、なんか、逆にやっちゃいますよ、こっちで。ね、そういうのもあるでしょ。ね、今、テレビもやってる。生きてる。生きてる。ライブ。一人で私。そうね。羽がついてない。羽がついてない。映画の評判どう？映画版は。またどういうお返しですか？何？お返しです。何？何やつ？映画フィルム？見ておく。難しいんじゃないですか。超金かかりますよ。まだ8年まだいける。ビデオで撮って、あとリュークスっていうか、あー、なるほど。小学生近い。何分ぐらいですか？これだと8年はしたら、小学生に使える。ちょっとしたら、あー、もう今や無理なんじゃないかと思ってて、写真の写真やったら、静止画のボルダーを入れて、フェルムができたら、こっちが聞いた声に変えてるから、フェルムって失敗するじゃないですか。それはもう工程とか、ただ心配の工程とか全部しちゃう。基本許す。いや、許すと甘くなるから良くないんだけど、そこで、そんなちょっと言葉してますよ。SBX ちょっと分かんないかもしれない。ダメ、それをダメすぎて、なんかその前になるから、結構こいつに自分はしてますね。いいのかなって言って、しっかりしたスニーカー。まあ、ダメ。まあ、いいや。仮にしっかりメインスキルだし、なりの発表はした方がいいんじゃないかと。だって、そういうことにつなげきればいいんだしな。知ってば、現実の場面白いな、最初に。なんか、気合が入るんですよね。いじめが入る。ニュースの場でできちゃう。大丈夫か。足を取り替えて。だからそういう意味で俺もデジタルカメラも一番小さいメモリーであんまり取らないようにしてますね。もちろん、ね、ガーネケットだと違うんですけど、3分ぐらい取るときは映像がたくさん切らないので、
だけどね、じゃないと成り立ってるのは無駄なことしちゃうし、そうなんですよ。あと、賛成の人の対応にも取れないな、無駄な良さが取れないってしちゃったら、なるべく自分の感情を見るか、そういうのが、でも、検証してるから。じゃあ3個目があるか、1個目が大体いいんですよ、恐ろしいことに。恐ろしいことに。大体あれよりいいのってやろうとしてね、1個も超えらんないんですよ。なんか不思議な、だからなんか2個した瞬間に、ダメだってやつ、そうですね、まあ、被写体、ちょっとこれ人とかだったら、それもそうですけど、被写体の気合いみたいな、そうそうそう、だいたいもう一丁、もう一丁、ダメです。まあ、そういうのやったら、最初に分かってた、前向きな意味で今日一発でいいじゃん、ちゃんと今日で動く、俺は前向きに今日、分かるんですよ。説明三三。ふざけん、違うよ。大丈夫、これが誤算だ。意味が分かんない。さすが、面白いですね。首を振ってみたことですね。返しが近くて。ん？もう、ちょっと真面目に聞いてみて。どっちなんだ？聞いてない。分かんないから。あ、そうか、分からないもんね。別に分からない。そうですよ。あ、そうですよ。分からないもんね。放置するってことが大切だと思ってて、分かろうとする意味がないんですよ。俺も大丈夫だよ。ちょっとやってみて。まあいいじゃないですか。何がどうしたの、何がサービスだって、逆にさっきの話したらサービスはいらないんですよ。
はよ。よろしくお願いします。そういうことですよ。来ちゃうもんね。来ちゃうもんね。シーバス。全部いい。気を使って小さくしてますよね。それでも絶対出るんですよね、音ってね。いや、別に謝ることじゃないと思うんですけど、やっぱ出るんだなぁ、思ったなぁ。そんだけです。ああ、やっぱほら、いい音出ちゃうから。わざとやってみる。ニコニコしてるわけ。あ、プレイヤープレイヤー知らん。マコちゃん持ってきてどっちか。
んだ本当に完全に。もう気になってしょうがない。ニコニコして本気的ちょっともう前半は、古いやつを3つやります。で後半で昨日完成したものを2つやりますけれど、前半3つ続けてやりますと、ちょっと会場に呼び出すのに隙間が空きます。で一番最初にやるのは あんまり変化しないんですけれども、もともとは、映像につけた音なんですけれど、その映像は富士プリハマで、ダムさんが水と戯れている、ただそれだけの何の変化もしない、映像です。で2番目はこの8チャンネル、あ今日スピーカー4つですけど、一応8チャンネルのデータで定義を8つに分けて8チャンネルこれまでにしていますけども、その8チャンネルを初めて自分のパソコンでやるように
なったのが2003年なんですけども、それ初めてやった時の音をやります。でその時はあのコンピューターで8チャンネル出せなくて、ミディであの外の、音源を動かすという形でやって、その後こういうデバイスが売り出されるようになったんで、今はこういう形でやってるんですけど、それよりそれ以前はあのこういうマルチチャンネルっていうのはできなかったわけじゃないんですけど、自分のパソコン持ってるパソコンではできなかったというよりも、その当時あのノートパソコンといってもあのラップトップかなり重くて分厚いノートパソコンや、でもそれでもあの非常に高価で、自分では買えなかったので、1週間5、6万で借りて、データのうちのデスクトップを作ってっていうようなことをやったんですけど、それがこういうあのコンピューターが進化したおかげで、まあ、ちょっとパソコンとこれを持っていけばできるようになったんで、それからその2003年以降は続けてくれました。で、つ前半の3つ目は、全然違うし、松井しげるさんの詩を書いてる方の詩を素材にして、坂井蓮四郎さんの声を詩の論文をいただいたのをちょっと加工してるんですけど、それももともとは40分近くかかるんですけど、今日はその2番目の部分だけをやります。ということで、とりあえず前半30分焼酎ください。藤川さん、どっちか。また。Thank you.
Yeah.
Thank you.
で、ここが新曲をやります。秋山さんだ。ここが新曲です。あ、トイレここです。はい。